レスキュー暮らしを守るです。先月この番組で宇都宮市のインターパーク倉持呼吸器内科の倉持仁医師が市や大学と連携して新型コロナウイルスにかかったことがあるかどうかを調べる抗体検査を実施しているというニュースをお伝えしました、はい。先日ですね、その速報のデータをまとめた論文が発表されました。はい、調査はですね、6月中旬から下旬にかけまして無作為に抽出されました市民742人の参加があったということなんですが、この期間ちょうど県内の感染者が急増する直前でして、5月までのいわゆる第一波で感染した人というふうに考えられております。で、当時の宇都宮市内の感染者23人いらっしゃいました。これを市の人口51万8千人で割りますと、感染率、つまり抗体を持っている人の数はおよそ 0.004% だったんですね、はい。しかし今回の検査の結果、画面にあります通り抗体を持っていた人の割合は 1.23% となっております。ではこの数字をどう見たらいいのか、倉持医師に聞いております。感度も得意度もですね、正確に測れるもので測定した結果 1.2% の方が陽性だったと。ですからそれを宇都宮市の人口から計算をするとですね、約277倍の患者さんが患者さんというか感染していた方がいたという計算結果になるんですね。我々も想定していた以上にですね、その気づかないで感染していた方が多いんだということが一つのデータとして分かったんですね。非常にその数としては277倍というとはすごく多いなと思ってしまうんですが、それをもとにコロナ対策を考えていくっていうことが非常に大事でして、決してこれは恐れることでもないですし、全然対策を考える場合にはそのスケール感が全然違ってきますから、そういう意味でもですね、有意義なデータだと思うんですね。第2波と言っていいのかどうかは別としてですね、また感染が拡大してきておりますので、この調査をですね、もう一度10月か11月頃もう一度やる予定でいますから、そうすると実際にその抗体の保有率が上がっていくのかですね、あるいは抗体が消えてしまうのかとかですね、あるいは家族内感染がどのぐらい起こってくるのかですね、そういういろんなきちんとしたデータが分かってくると思いますので、まあ、そういう意味でも本当にその市が協力してくださって、東京医科歯科大学と一緒にそういう試験が組めたというのは非常にいいことだと思いますね。277倍と聞くと確かに衝撃ですが、有意義なデータという話がありました。この結果から分かってくることというのはやっぱり多いわけですから、私たちも落ち着いて受け止めなければいけませんね。そうなんです。この数字をもとに考えていけばいいわけなんですね、で調査は先ほどもあった通り秋に予定されているということなんですが、今回の検査では抗体がなかった人がどれだけ抗体を持つようになったか、また家族の中で広がりがあったかなど、時間での変化も見ることで感染の条件を明らかにしていくことができるということなんです。本当にいろんなことが、ね、分かりそうですね。はい、PCR 検査の対象者もでは現在のままでいいのか、もしくは、もっと広げた方が良いのか、これを決める、ここが重要なんですね。科学的定量的な裏付けになっていくということなんですね、はいはい。また今回の調査では参加者にアンケート、はい、こちらのアンケートもね、はい、実施しています。こういうものがあるんです、はい。家族構成や過去にどんな病気にかかった経験があるかだけでなく、野菜や果物を日常的に摂っているかや、他人と交流する頻度、飲酒や喫煙の頻度など様々な項目を聞いていまして、このアンケート内容と抗体検査の結果がどう結びつくかによって、持病の有無やどういった生活スタイルの人が感染しやすいかを推測することもできるということです、はい。アンケート内容との精査は現在進めているということなんですね。そうなんですね、で一方で、この1ヶ月で県内でも感染者が急増しているわけなんですけれども、現在の医療現場の様子ですとか、それから今後どう体制を整えていくべきかについても話を伺っております。
圧倒的にまずそのコロナの濃厚接触者以外にですね、そのコロナの患者が出た職場で働いていたとかですね、接触したかもしれないという患者さんが圧倒的に増えています。それから今月に入って当院でコロナの陽性患者さんが11名出ていますね。保健所さんが濃厚接触者と判断できた例というのは3例しかいないということなので、逆に言うとそれ以外の感染者が広がっていて、保健所さんの濃厚接触者の定義も無症状者まで広がっていますが、それだけでは救いきれない数の患者さんが出てきているということを表していると思いますので、よりこう柔軟にその発熱の患者さんが医療機関を受診できてですね、そして医療機関も速やかにストレスなく検査ができてという体制作りを今のうちにしておかないと、やはり冬のインフルエンザが流行ってきた時にですね、医療機関が困ってしまう、患者さんが困ってしまうということになってしまうんですね。栃木県といいますか宇都宮に関しては、第1波の時よりは明らかにその患者さんの数が増えていますので、我々医療機関としても緊張感を持ってですね、対応しなければいけないし、また我々自分たちもその極力その感染しないように気をつけて生活をしていかないといけないというふうに思っていますね。単純にそういう接触歴がはっきりしているケースじゃなくてもですね、積極的に検査をして早めに軽いうちに患者さんを見つけ出して早めにケアをしていく、あるいは早めに経過観察に入るということで結果重症化を防げますし、あるいはその栃木県内の基幹病院の先生方やスタッフの方々の負担を減らす、あるいはそこからさらに福祉施設の方とかですね、感染が広がっていくのを早く抑えることができると思いますから、例えば夜の街とかそういう目立つ点も必要ですし、各県民の方々が気をつけて生活していただくことも必要なんですが、やはり自治体として広く網をかけてですね、早めに積極的に感染者を拾っていくというのが今回の抗体検査でもそういう必要性が感じられたデータだと思いますね。現在第2波が来たのではないかと言われていますが、新型コロナウイルスについてはまだまだ分からないことだらけだということですよね。そうですね。ですから、その検査体制の拡充がとにかく必要だ。秋や冬の進行してしまう前にその検査体制をしっかりしておきましょうと。で、多くの検査をすることによって分かってくることが先ほどもありましたよね、はいはい、あるので現場の負担を減らすことができる、これ本当に重要だと思いますよ。そうですよね、はい、より広くスピーディーな医療対応、そして私たち一人一人の努力に何より収束というのは、ね、かかっているわけですから、引き続き危機感を持って取り組んでいきたいですね、はい。